お膝乗せるとき別ベルトしなくても落ちないんです、そう、もう前少し前までは抱っこひもじゃないとダメだったので、イエーイ、ドアップで良いの、イエーイ。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、あ、これくらい声張っていただけたら嬉しいです。了解です。はい、はい、今日は、対談動画ということで、同じ関村会、千葉県支部ですね、はい、はい、私山形県支部ということで、対談したいと思います。ひかるさんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ひかるさんは車椅子になってからお子さんを2人産んだ、はい、はい、はい、ってことなので、そういった子育て、出産子育てについてちょっと伺いたいと思います。今までは婦人の人ちょっと立てますよっていう人との対談があったんですけど、本当に完全麻痺の人との対談はちょっとなかったので、ちょっと私と多分同じ状態、近い状態、そうですね、第一腰椎です、私は。あ、結構でも下なんですね、うん、養蚕です。まあ、でも足は全く動かない、立てないってことですよね、はい、なのでちょっとそれを聞いていこうと思いますが、じゃあまず自己紹介みたいな感じあるあるで、うん、いつ受賞してみたいなのをちょっと伺いたいんですけど、はい、いつ何歳、 今何歳ですか。今35で、2015年の26歳の時に、うん、はい、トラックの運転手だったんですけど、うん、まあ、荷物を下ろす時に荷物の下敷きになっちゃって、もう背骨だけ綺麗にバキッと折っちゃって脊椎になりました。あ、うん、じゃあもう10年くらいですね。そうですね、10年弱で。お子さん産んだのは何歳ですか。長男が2021年だから、はい、32歳の時に長男で、その翌年にまさかの産後6ヶ月で第2子妊娠して、まあ、さっき会いましたけど、うん、ちっちゃい2人をっていう感じですもんね。そうそう、今2歳と1歳、ね、うんうん、一番大変な時期なんだなって、そうそうそう、年子の男の子思いました。全然別件で、2019年に私子宮頸部高度異形成っていう、うん、子宮頸がんの一歩手前の状態までなっちゃって、そこで子宮の頸部の円錐切除って言ってちょっとだけ切ってるんですよ、はい、でもその時に産婦人科の先生に、うん、まあ、出産妊娠は問題ないから大丈夫って言われてて、そこまで不安もなく自然妊娠できた感じですね。産婦人科さん問題って私ちょっと気になってるんですけど、うん、子宮頸がんの時にお世話になった先生に、うん、まず一番初めて妊娠分かった時に、はい、お世話になったんですよね、はい、で妊娠しましたって言って、うん、次からの検診はここはその産科がないから婦人科だけだから、そうそう、紹介状書くからって言って、はいはい、大学病院を紹介してもらって、もう妊娠初期からその大学病院に通ってましたね。やっぱり病院なんですね、なんかこう、うん、町クリニックじゃないんですけど、はいはいはい、町の婦人科さん ね、うん、には言えば難しい。あとね、うちの近所の婦人科さんはやっぱりもうそもそも車椅子が入れない作りになってて、そうですよね、階段当たり前だし、はい、具足禁止のところもあるし、あ、たくさんありますね。そうだから大学病院に関してはその、うん、まあ、駐車場もちろんある、うん、広い、うん、診察室も広いで、看護師さんもたくさんいる、うん、っていう意味では私は結構安心して通ってましたね。じゃあその妊娠期の時、うん、まあ、まず第一子の時なんですけど、その妊娠中何かこう辛いこと、大変なことってありました？車椅子ならではの大変なことで言うと、うん、車への異常が大変だったり、はい、今まで私お風呂入る時は床トラ、はい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 、床に降りてたんですけど、はい、もうそれもやっぱお腹が膨らんでくると無理で、うん、新しく買って、はい、シャワーチェアでお風呂入るようにしたりとか、うん、ちょっとそういう異常系は気使ってましたね。やっぱこう体が重たくなるプラス、重いし怖いし、ね、お腹を大事に。その時って仕事は、まあ、今も含めてされてますか？去年かな、辞めたんですけど、うんうん、妊娠中は仕事してて、うん、通常の方が育休、産休に入るタイミングより少し1ヶ月ぐらい早めに私産休もらえることになって、はい、だからまあ妊娠中は仕事してました、初期は。パンパンになるじゃないですか、うん、なった。でも何ヶ月で産むんですか？
やっぱ早めにってはなるんですか？あ、私の場合はですけど、だいぶ最初の方でその大学病院の先生に、はい、帝王切開がいいと思いますって言われて、帝王切開の人って基本脊損だろうが普通の人だろうが、うん、予定日の2週間前ぐらいにもうお腹切って塗っているスケジュールなんで、予定日の2週間前に入院して、はい、次の日帝王切開の手術っていう感じで産んだんですけどね。じゃあもう元々の予定日からすごい遡ってっていうわけではなくて、じゃあ基本的に通常の別に車椅子じゃない人と同じスケジュールです。ああそうなんだ、うん、でもやっぱ帝王切開で私は本当に良かったと思ってて、はい、普通に産むってなると、うん、産気づかなきゃいけないでしょ、まず一人で、うん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 、どこでいつどこで産気づくか分かんない、はい、でそれで一人で車乗って病院行くとか本当にリスキーだし、だから帝王切開みたいに事前にちゃんとスケジュール組んで、うん、ちゃんと入院して安全に産めたのは私は本当すごい良かったなと思ってて。それなんか2人目と1人目の違いってありました、うん、体の変化もそうですけど、形成とかってありますか？少しだけありますけど、出産した後の体とか帝王切開した後の傷の感じとかで、ね、変わる時ってありますか？体重が14キロぐらい増えて1人目の時の時点で、うん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 、でプラス5、6キロぐらいの時にも2人目妊娠しちゃって、で、はい、さらに14キロ太ったんですよ。だから妊娠前プラス20キロまでマックスいって、2人目生まれた後にまたプラス5キロ戻んなかったんですよ、うん、結構この車椅子の方がきつくなったし、うん、妊娠中にその体重増えたからかわからないんですけど、はい、褥瘡も軽くできたし、お尻にその妊婦さんで重たくなってるから、うん、褥瘡なる率は高いよっていうのは聞いたことあるんですよ ね、 すね。寝るときって どうやって寝てますか？横向き？横向きですね。でもそこは多分普通の方と変わんないのかな、寝姿に関しては。あそうなんです。仰向けだと本当にお腹の重みがズンって全部くるんで、うんうんうん、苦しいんですよ、うん、だから割とみんな横向きで寝る人が多いらしいんですけど、うん、まあ、私もそうしてました。あとお尻の褥瘡も怖いから、うん、なんか幸い私はつわりあんまりなかったんですけど、普段からむくむじゃないですか、はい、褥瘡の人って、うん、で妊娠中マジであの大げさじゃなくて3倍ぐらいむくむんですよ、だから本当靴が入らない、あゆるゆるの靴履いて過ごしたりとか、うん、むくみ太りみたいな感じで結構産後も残っちゃって、すごい。でも今全然そんな感じしないんですけど、あの足だから麻痺してるとこも太るんですね、びっくり。本当にだから麻痺してるとこってどんなイメージあるじゃないですか。そうですね。あ、本当は前はもうちょっと細かったんですか？もうちょっと細かった、ね、あそうね、ガリガリではないですけど、産前に履いてたジーパンとか全然履けない。そのじゃあ子育てはどうですか？どうですか？ざっくりですけど、腰なんで少し体幹は効きますよ、ね。って言ってもこのこれとかできないですか？いや言うても私言うてここで終わりなんですよ。私はここからこうなんで。パタンってなっちゃうのか。そうなんですよ。だからそかそかそか腰の人はやっぱそれがちょっとまだできる分。うん、まあでもね、今だとこうベビーベッド高ければ大丈夫でしょうなんていう話もありますけど、はい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 、まあ、子育て基本実の母と、うん、夫とみんなで住んでるんですけど、はい、だからもうバーバーですよね。バーバーに本当にお世話になりっきりで、うん、とはいえバーバーも平日は働いてるんで、はい、まあ、ワンオペの時間帯も少しはあるんですけど、はい、それでもやっぱり保育園の送り迎えも一緒に行ってもらってるし、本当助かってますね。新生児の時は車椅子でもそこまで問題ないのかなって勝手なイメージなんですよ、うんうんうん、やっぱり動き始める、自分で少しよちよち歩きしたりハイハイしたり動き回ってくると追いかけられないんですよ、うんうん、簡単に。だそこがやっぱ大変なのかなっていうイメージなんですけど、うんうんうん、どの期間が今2歳ちょっとの中で長男はどこが一番大変ですか？なんか本当にどの時も違う大変さがやっぱりずっとつきまとってる感じではあるんですけど、まず新生児の時は、はい、まあ、日中ずっと寝てくれてるからその点は楽でしたけど、うん、やっぱりその抱き上げる時に体幹それこそないから、はい、結構ねズリズリズリってこう首がグーンってなんないように気使って抱くのが結構大変だったから、はいはいはい、で膝の上に乗せるのもできないんですよ、首座ってない状態だと、はい、こう漕ぐ時に手離せないから赤ちゃんだと。確かに。そうそうそう、だから抱っこ紐いちいち
使って固定してリビングに来たりとか、うんうん、そういうちょっと手間はあったかな、はい、当たり前ですけど夜はもう何回もね、おっぱいおっぱいで起きるし、うん、ベビーベッドは本当マストだなって思っていて、うん、結局私たちって地べたで赤ちゃんを面倒見れないんでしょ、うん、そうですね、だからこの座った状態でのベスポジの高さのベビーベッドでお世話するっていうのがやっぱり一番楽でしたね、うん、ハイハイとか、うん、今みたいに歩き回るようになってからやっぱ大変なのは走り出したらすぐに捕まえれないっていうことだったり、うん、あとやっぱそこら辺ハイハイしてるから家中、はい、車椅子でこう私が移動するときに本当後ろにいたりすると踏んづけちゃうから結構そこら辺気使ったりとか。なるほど。家の中は、うん、まあ、最悪自分が頑張ればというか、うんうん、他人の干渉もないと思うんですけど、うん、お出かけの時ってどうするんですか、はいはい、お出かけの時は子供2人いるときはやっぱり大人もう1人いてもらって、はい、どっちかが私の膝の上、うん、どっちかがもう1人の大人、うん、もしくは2人乗りのベビーカーうち買ったので、はい、もう2人ともボンって乗せてもう1人の大人にベビーカーを押してもらうっていうスタイルなんですけど、じゃあやっぱり自分1人と子供2人で出かけることは絶対ない、うん、ないです。ただ母が旅行に行ったりとか、うん、出かけなきゃもう絶対出かけなきゃいけない時ってもちろんあるから、うん、そういう時は保育園の送迎とかはします。うん、1個カバン背負って、うん、1個カバン、ね、車椅子に引っ掛けて、はい、で1人膝、うん、で1人こう なんか手首をこうつなぐねグッズがあるんですよ。ハーネスみたいになんかこう犬の散歩みたいな感じのスタイル、はい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 、それつけないと危ないから、うん、まあ、それつけてお兄ちゃんとか歩いてもらったりとか。よくでも車椅子の親の人を受け入れてもらえない保育園も結構あるって聞くんですよ。あ、本当に？要は親本人は玄関まで送れない作り。ああ、そうですね。からそんなとこがまあほとんどですよね、基本。じゃあその車まではちょっとお迎えに行けませんみたいな、うん、だからうちは無理ですって言われてますっていう声もたくさん聞いてるんですけど、うん、今通ってるところは玄関まで送れるスタイルの。そうなんです。本当にそれも幸いで、はい、他のところは傾斜が激しかったり、うん、段差当たり前なんですけど、今通ってるところはたまたまリフォームして、うん、エレベーターもついてるし、すごい。そうなんです。でもちろん玄関まで平らで一、うん、人で、私玄関まで行けますし、はい、保育参加の時なんかもタイヤ拭いて中入って、うん、エレベーター乗って上のクラスも行けるし、すごい。本当にありがたいんですよね。今2歳の子はママが車椅子っていう理解はどれだけしてるんですか？どうなんですかね。車椅子っていう名称とかも言えるようになったりしてるんですけど、はいはい、でもまこちゃんをさっき見て、はい、あ、同じとかって言ってましたけど、でもその程度かなと思います。そのなんか街中でたまに車椅子の人見て、うん、あ、ママと同じだって頭で少し思う程度。うん、他のママはなんで乗ってないのにママは乗ってるのまではまだ言ってない感じかなっていう。でももう少しで多分そういう感じになるのかな。逆にじゃあ聞いていいですか？お子さん考えてますか？てか将来欲しいなと。欲しいです。待って、ぶっちゃけ車椅子の人逆にありなの？